めん、入江くん。そんな足でほったらかしといたらまたおふくろに怒られるからな。とりあえず親父さんと連絡が取れるまで家で。でもお父さんどこ行っちゃったんだろう。お兄ちゃん大変だよ、また僕の部屋が。こいつだよ、こいつのせいで。おかえりなさいお兄ちゃん、そしてことこちゃん、一緒だと思ってたわ。なんか今日入居できるはずの家が別の人のものになってて、お父さんに連絡しても全然繋がらないし。ことこちゃんのお父さん今不動産屋さんに出かけてらっしゃるわ。え、一体何があったんですか。それがね、なんだか契約上のミスだったらしくて、新しい家ことこちゃんのお父さんよりも一日早く契約した方がいらっしゃったみたいなの。え、朝から引っ越し屋さんに電話したり不動産屋さんに電話したりってずっとバタバタしてらしたから、それでことこちゃんの電話も通じなかったんじゃないかしら。じゃあ私とお父さんまた住む家なくしたってことですか。どうしよう。あら、またうちに戻ってくればいいじゃないの。でも相原さんもことこちゃんもうちに住めばいいじゃないの。うちに住めばいいじゃないの。だって私たち家族になるんですから。だって私たち家族になるんですから。え、まだそんなバカなこと言ってんのかよ。そっちこそ何言ってんの。キスしたくせに。私は言ってない。嘘でしょ、嘘でしょお兄ちゃん。もう二人ともそんな素振りを見せないで。もう親をはめちゃ。情報制するものは世界を制するのよ。